目橋、目黒橋でございます。まもなく前方左手に赤いレンガのアーチ、目黒橋が見えてきます。正式名称は第三橋梁と言いますが、明治26年日本で最初のアクト式鉄道の遺構です。ドイツ人建築師匠ファンナルによる設計で、レンガアーチとしては日本最大の規模です。それでは2分ほど停止いたします。